はい、皆さんごきげんよう。ひろみかみチャンネルへようこそ。イエーイ。朝の5時だぜ。4時半起きだぜ。イエーイ。というわけで本日はまた僕が外国に出張に行く旨をお届けするんですが、今回はせっかくなのでだんだんみんな飽きてきたと思うから、どっちかというと外国に行くときにこういうのあると便利だよとか、こういうことしとくと便利だよとか、なんかためになる情報をお届けするように頑張りたいと思います。では行ってきまーす。さよなら。ごきげんよう。というわけでパリまで15時間安定剤が効いてきたので一旦寝たいと思います。おやすみグリちゃん、タオちゃん。はい、というわけでパリに着きました。天気はそんなに良くありません。なんか JAL の機体でね、いろいろ動画撮ろうかなと思ったけど、お隣さんが近すぎたので、お隣のサラリーマンさんがすごい仕事を頑張ってたので、ちょっと私がギャーギャーやってるのもどうかなと思ってなんかやめとこうと思ったのでやめましたなのであんまり撮れてなくてごめんなさい。はい、じゃあインパリ、インパリ、ヒロミインパリ、パリパリ、パリパリ、いろいろ撮っていきます。グリちゃん、タオちゃん。というわけでパリに着きまして、ホテルにチェックインしたので、これからディナーに向かっていきたいと思います。あんま空港とかで撮れなくてごめんね。おっぱりグリちゃん、タオちゃん。はい、というわけでおはようございます。パリ1日目。おはよう。通りすがりのパリマダムのさやこさん朝の9時で朝ごはんを食べて、今から私たちはちょっとパリの街をブラブラしたいと思います。よろしくお願いします。いろいろ撮るね。バイバイ。大変美味しそうよ、さやこさん。どれが食べたいの？私はフランボワーズかな。これか。なんださ、さっきさ、ね、パン見てるふりしてさ、ねね、イケメン吟味すんのやめてくれる。いや、ないから。やめてくれ。私も見るからやめて。本当だ。まあ絵にはなるよね、やっぱり街が素晴らしい。なんか改装してるね、後ろ。本当だ。オペラ座よ。前回さ、来た時に紹介したよね、パリのオペラ座のスタバ。すごいねよ、すごいねよ、建物がすごいねよ。もうどうえらいことになってんのよ。すごい。グリちゃん、タオちゃん。続いてきましたのは、最近証券取引所をリノベーションして、あ、安藤忠雄さんなのこれ、中のデザインは。名前は忘れましたに来ました。てってれー。ちなみに時間もないので、私はこの入り口まで見に来てグッバイです。はい、そんな感じ。最近できた美術館なのですごい人気だそうですよ。今の展覧会とか何がやってるんだろうね。こちらの美術館は古い証券取引所をリノベーションして、安藤忠雄さんが建築のデザインを担当されたそうです。本当は中見せたいんですよ。中見せないとさ、安藤忠雄さん感ないから。でもごめんなさい、私は腐れインスタグラマーなので、入り口までしか興味ありません。ごめんなさい。国旗が綺麗です。グリちゃん、タオちゃん。え、何、やめてやめて。何、ちょっと見ないで、見ないで、見ないで恥ずかしい。はい、というわけで2日目セーヌ川のほとりにやってきました。サマリテールの近くですね。まあおなじみですね。今日は今仕事の打ち合わせして、朝ごはん食べて、買い物してランチしてっていう今状況なんですが、まあ仕事ですね本日は。なんですが、せっかくなので、え、何話すんだっけ。もうあんたのせいで忘れちゃったじゃん。あ、そう、
私これヌフ橋、セーヌ川のヌフ橋にいるんですが、道頓堀の橋のように年間5000人ぐらい飛び込んでるのかしらと思いきや、意外とこれね、川もあれなのかわかんないですけど、意外と危険だそうで、な自殺の名所的なんですって。でもだからセーヌ川のほとりでってみたいな、なんかねそういう自殺の名所の曲があるぐらい。え、その話しなくていいや、ごめんなさい、カット。早送りですね今のはね。はい、でもパリの人たちも言ってたけど、意外とねこの川沿いでみんなデートするんだって。で京都のあの鴨川的なね、まあこうダラダラ歩いてる人たちはあのデートしてるアベックさんたちです。楽しくなんか本とか読んでるんだって。素敵ね、おパリ、おパリ素敵です。あんな感じ見えますか、遠くにいっぱい人がいます。でこの右奥にはつい最近焼け落ちちゃった、なんだっけ、あ、ハト、ハトが飛んでいく、焼け落ちちゃったノートルダム大聖堂が右奥のあれですね、なんだっけ、塔のところは、そうですね、はい、春菜さんごめんなさい、ここあんまり話せることがなかったんです、失礼しました、違うところ行きます、すみません。見て空が綺麗、画家が愛した街だそうです、間違えた、画家が愛した空だそうです。バイ深見、深見が言ってた、本当かどうかは知りません。ごきげんよう。はい、というわけで1日目のディナーはボニーというレストランに来ました。なんか最近パリで一番ホットなパリが一望できるレストランだそうです。素敵、夕日が素敵、セーヌ川、エッフェル塔、素敵、素敵すぎる、グリちゃん、タオちゃん、はい、というわけでパリ出張お疲れ様でした。ごきげんよう。何しなあんた、じゃあね、締めれてないね。なんかブチブチ取りまくったパリの出張でございましたが、無事に終わって帰ってきました。パリで一番の思い出教えてって。なんもないよ、あんた。ね、本当に忙しかったよ。死ぬかと思った。みんな忙しいから、そんなあんただけじゃなくて、みんなパリチームは忙しいの。自分だけ忙しいだけだって。そうね。パリの一番の思い出は、どうしよう。パリの一番の思い出、何やろう。でもファッションショーとかになっちゃうから仕事やん、それ。なんかね、プライベートな時間はねほぼゼロだったんで、朝時差ボケで早く起きてご飯、朝ご飯を食べたのと、あとインスタライブ見てた人はわかるけど、あのパリのスーパーで買い物しようとしたんだけど、もたもたしてて時間間に合わなくなりそうになって、まるでパリのスーパーから万引きして逃げるかのごとく打ち合わせ会場まで走ったぐらいがパリの一番の思い出ですかね。なんか毎回パリ出張ね YouTube 撮ろうと思うんですけど、ちょっとなかなかね、私も出張で仕事はしてる最中で撮るんで合間合間になるから、きちんとしたものが撮れずに失礼しました。ですが素敵なパリいろいろ行けたので、本当に私は素敵な出張でしたが、皆さんもなんかパリに行く参考になれば嬉しいですよ。はい、ごきげんよう。